こんばんは、糸仕事です。ブログマース、7日目です。今日はこのベガジャケット、もう明日がテストニットの締め切りなので、今晩は一生懸命あとちょっとだけ袖、あとちょっとなので頑張って編んで終わらせたいなと思っています。でパターンが12日に発売されるので、それに向けて水通しして仕上げして写真撮って投稿できればなと思っています。テストニットっていうのは、デザイナーさんがこのパターンを作ってたくさんの人に編んでもらって、まあ、ミスを見つけたりとか、あとは必要な糸の分量をいろんな人に編んでもらって、いろんな全部のサイズ編んでもらって確かめるっていうためのものなんですね。でそれに参加をしているので、でこれ編み終わって実際何グラム使ったかとかっていうのを測って報告しないといけないので、今日終わらせたいなと思っています。さっきちょうど今日最終回が公開されたネットフリックスのスタートアップ夢の扉っていうドラマを、韓国ドラマ見終わってしまったので、はあ、いい話でしたね。見終わったので、あとはもう YouTube とか見ながらちょっとやろうかなと思います。で明日の朝できれば早起きして水通しして、でお店にすごいめちゃくちゃ脱水できる脱水機があるんですね。糸を脱水したりするためのすごい分厚いセーターなので、なんか乾くのに4日かかったって言ってる人もいたんで、ちょっと洗濯機の脱水じゃなくてその脱水機でちゃんと脱水したいので、明日朝水通ししてお店で脱水して乾かしてっていう、まあ、そういう作戦でおります。うまくそこまでできたら、その様子も、まあ、今日か明日の動画に入れたいなと思っています。はい、あとはこのベガジャケットのキットというか糸セットを販売しようかなとちょっと考えていまして、あんまり多分仙台でこのアラホスロピーが手に入るお店もないの で、せっかくテストニットにも参加して見本もあるので、お店でもおすすめしたいなと思って、何色かちょっと見繕ってキットを作ろうかなと思っています。ウェブショップにも載せたら、もし買いたいっていう方がいたらコメントとかお問い合わせとかいただけたら、こういう系の色がとかあったらちょっとご意見を聞きたいです。はい、明日明後日あたりちょっと糸を選ぼうかなと思っています。はい、ではちょっと今日は短いんですが、おしゃべりはこのぐらいにして、せっせと編みたいと思います。ではまた明日。